はい、どうも、ひこぼんです。今回、充電式の回路を買ってみました。時期外れだからかね、1300円ぐらいとお安くなってました。通常の半額みたいです。まあ、もうすぐね、寒い時期も終わりますが、これが使えたらね、来季使いたいと思います。ポケットの中に忍ばせて手を温められます。それと、早朝はまだ寒いので使えると思います。で、容量が1万ミリアンペア時です。結構あります。その割に軽いです。パッケージがちょっとアップルチックです。ハンドウォーマー、パワーバンク、そうなんです、これモバイルバッテリーにもなります。クイックチャージだそうです。温度のね、危険を感じると止まるシステムもあります。ハンドウォーマーっていう名前なんですね。色はグレーとブルーがあります。グレーしかなかったです。この辺に細かい仕様があります。ワーキングアワーズ、稼働時間ですが、まあ、あの設定にもよるんですけど、8時間から16時間持つそうです。チャージングタイム、充電時間は4時間から6時間かかります。結構長いです。なので、ね、帰ってきたらすぐね充電しましょう。まあそんな感じです。では実際に中身を見てみます。おお、とてもいい感じです。何かカードも入ってました。あ、これを書いてプレゼントするんですね。こういうのもあったらいいですよね。これが取扱説明書です。まあ操作方法は至って簡単ですよね。あ、日本語もあります。ちょっと直訳感ありますけど、充電中白い電気量を走馬灯式用な走馬灯ってね、走馬灯っていうのは、あの死ぬ時にね、一瞬記憶がフラッシュバックする感じです。温度のレベルは45度、50度、55度、結構暑いですね。実際触った方がいいですね。では実際に商品を見てみます。あ、ちゃんと充電のケーブルあります。 C タイプです。で、袋もあります。実際に持つと結構重い感じがします。トミンディ、なんて読むんでしょうかね。お、日本語だ。一応 PSE あります。無限株式会社。ここに USB のコネクタがあるようです。ありますね。C タイプと普通の USB です。こっから充電するんですね。こっちがインだからこっち充電ですね。こっちがアウトです。こっちが多機に充電するときにつなぐコネクタです。この本体に充電するときは C タイプです。ストラップ最初からつけてくれてるのは親切ですね。で、ここがスイッチのようです。スイッチ一つしかないのかな？みたいですね。ではスイッチを押します。お、ついた。どういうことだ。20 21 23、なんだろうこれ。お、あったかくなってる。早っ。温度だこれ。電源は簡単につかないように長押しになってます。すごい。これ普通のモバイルバッテリーだったら心配になりますね。どんどん熱くなってきます。今33度、一番右が白くなってます。1段目の温度設定ですね。ここで止まるのかな。おそらく次ボタンを押すとこの2個目になるのかな。押してみます。こっち、あ、なりました。やっぱりこれで50度いくと思います。50度、あったかいです。次が最後です。ボタンを押して3個目に移動します。来ました、55度。これが最高温度です。うん、だいぶあったかいです。
触れない感じではないですね。でもう一回押すと戻るのかな。うん、戻りました。最初の設定です。下がってきます。電源切るときはまた長押しですかね。うん、消えた。充電中はチャージの持ちが点滅します。そんでもっとこっちのインジケーターも光ってます。最終的にはね、このインジケーターが3つ光るんだと思います。充電完了しました。やはりインジケーターが3つ光ってます。そんでもってここは点滅から点灯に変わりました。ここで満充電ですね。次に何秒でここが45度に達するかストップウォッチで測ってみます。長押しで電源入ります。からいきます。すぐにほんのり暖かくなってきます。もうこの時点で十分暖かいです。ストップです。だいたい2分ちょっとでした。まあこのね、45に達する前にだいぶ暑くなってましたけどね。まあ2分ならね、お出かけ前にスイッチ入れとけば十分でしょう。これ実際に早朝朝使ってきました。とても暖かかったです。例えるなら暖かい缶コーヒーをずっと持ってる感じです。こう肌が接する部分に入れとくととても暑いです。入れておけないです。一番低い設定でもそれでした。一番低い設定でいいんじゃないかなと思いますけどね、私は。とりあえず今後は使ってみないとわからないので使い続けたいと思います。まあ安いものなので、もしダメだったら外れたって感じです。もうすぐね、暖かくなっちゃいますけど積極的に使っていきます。夜はまだ寒いですからね。もしこれが良かったらもっと早く買っておけばよかったななんて思います。というわけで今回紹介したのは充電式のカイロでした。